吉谷さん、やりきったってどのぐらいのレベルなんですかね。私はね、はばかりながらアフィリエイトはやりきったって思いました、うん、トップランカーにもなりましたし、うん、アフィリエイトでがっつりとお金も稼ぎましたし、アフィリエイトによって学ぶことも多かったし、自己アフィリエイトだけ取っても、うん、3年間ね、10万円以上の利益を毎月毎月取り続けたのって私ぐらいしかいないと思うんですよ。もう出会ったことがないですよ。だからアフィリエイトをやってました、自己アフィリエイト得意ですって人に誰に会ってもね、もう白帯レベルしか見たことがないっていうのが正直な気持ちです。私はもうね、30重ねの黒帯だっていうふうに自負してますし、自己アフィリエイトが得意な人がいくら現れても多分私にはかなわないと思うんですよ。もちろんね、もう何年か5年6年前のことなんで、今この瞬間自己アフィリエイトとかポイントサイトをやれば負けることもあると思いますけどもね。でも今ポイントサイトのモッピーをやりながら本当初心に帰ってますね。いや、こういうことやったなみたいな。でこれで2021年の年末までにね、100万円ぐらい作れないかなと思ってるわけなんですよ。まあ昔思い出してですけどね。という形でね、やりきるっていうテーマで今日はお話ししてみましたけども、吉谷さんもね、いい加減やりきってますよね。やっぱりね、びっくりするなと思うのが、動画1万本アップしてゼロだと思ってるみたいなね、そんな信念ですよ。そのマインドセットですよ。私はね、やっぱり吉谷さんがそれ言うまでは1万本取ったらもういいだろみたいな気持ちありましたからね。あ、叶わねえなと思うのと、やっぱり食らいついて吉谷さんに負けないようにしないとなと。俺も100万本目指して最初の1万本2万本を、ドラマチックに語ることはないと。そのぐらいはね、もう鼻くそほじってるようなもんだと。1万本2万本の YouTube は。だから YouTube の動画本数が5000本6000本なんて数じゃないなと思いながら、自分にもっともっとね、負荷をかけて登る山を高く設定していこうかなと思います。とりあえず10万本の YouTuber プロド、これどっちが先に行くか、まあ競争したいですね。私の方が多分叶わないと思うんですけども、それでも叶わないと思うからこそ競争したいと思います。よろしくお願いします。10万本の動画アップロード、どっちが早く行くでしょうか。そしてその時にはどっちがどうなってるでしょうかってことですよね。ちょっとね、私ね、吉谷さんには叶わないと思うところで挑戦させてもらいます。それでは行ってらっしゃい。